皆さんこんにちは、こんばんは、のくまのっちゃんです。このチャンネルではなかなかガイドブックでは教えてくれない沖縄の歴史や文化に関する情報を移住者であるのくまのおっちゃんの視点から紹介しています。この動画をご視聴いただき、もし面白かったとか役に立ったと思っていただけたら、高評価やチャンネル登録をお願いします。さて、海に囲まれた沖縄では古くから自然の力を敬い、自然の恵みに対して感謝することを大切にしてきました。そのため海や水の守り神である龍神様を敬い、沖縄の各地の数多くの場所に龍神様を祀った廃所が作られています。その数は沖縄本島だけで80近くもあると言われています。琉球時代にはこれらの龍神様から特に数箇所を選び巡る国打ち、上がり回り、入り回りというものがありました。今回紹介するのは沖縄本島の西側にある入り回りの七龍宮の一箇所、読谷村にある戸谷龍宮神です。戸谷龍宮神は読谷村の戸谷漁港を見下ろせる場所にあります。それでは戸谷龍宮神を訪ねてみましょう。
Thank you.